ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている大人気のガンプラシリーズである、宇宙世紀、つまりユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという、夢のようなガンプラシリーズなのだー。量産型ザクとは、一年戦争初期のジオン軍の主力モビルスーツだよ。地球連邦軍に対し、歴然たる戦力差があったジオン軍が、初戦で連邦軍を圧倒できたのは、ひとえに、モビルスーツザクの性能の賜物と言われているんだよね。ドムやゲルググなどの新型モビルスーツが開発された後も、一年戦争を戦い抜いた名機なのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーの量産型ザクは、2003年の9月に40番目のキットとして発売されたのですよ。値段は1000円ぽっきり、安いねー。すぐにでもかっちょよく仕上がる傑作キットなんで、このキットも作るのが癖になるキットなのですよ。ジムよりは高いんだけど、その分武器がたくさんついてるのが嬉しいところ。でもねー、大量に買うと、武器が邪魔になってくるんじゃボケー。しかしこれで、この日のために取っておいた、グフのキット付属のザクマシンガン MMP78 が、ようやく日の目を見たわけですよ。正直なところ、すんげー遅めの発売だったんだよねー。てっきり10番目くらいまでには、キット化されると思ってたものですよ。どうしてもシリーズの最初の頃のキットは、後発のキットに比べると完成度が劣って見えちゃうから、ノウハウを蓄積するまでザクを温存しておこうってのはわかる話なんだけど、すでに、ハイグレードユニバーサルセンチュリーが始まってから、3年以上も経ってたんだよねー。遅すぎるぜ、こんちくしょう。実を言うと、1年前の2002年7月にシャア専用ザクが発売されてたんだよね。これはもう、量産型ザクがキット化されるのは時間の問題だと誰もが思ったわけですよ。ところが、2ヶ月後の2002年9月に発売されたのは、ガルマ専用ザクだったのだー。なんだこれ、アニメに出てねー、幻の機体じゃん、泳ぎじゃねーよ。それからさらに待つことちょうど1年、ようやく待望の量産型ザクが発売されたわけですよ。中身は、シャア専用ザクの成型食材のキットだったけどねー。アニメ本編では、F 型や J 型なんて区別はなかったなんてことは、ファーストガンダムを見てねー若い衆は、意外と知らないらしいねー。ザクのバリエーションなんてのがわんさか存在する昨今。ザク、シャアザク、旧ザクの3種類しかアニメに出てねー。なんて言っても、信じられねーのは当然かもしんないねー。てなわけで、あくまでもただのザクとしての発売だったのさ。アニメ同様、ランドセルのノズルがないのは賛否両論があったりしたものだよ。肩の関節が引き出し式で前後に稼働できるんで、マシンガンの両手持ちも可能なんだよねー。まあねー。人用の銃器ではフォアグリップは下向きが普通だとか、フォアグリップ自体が最近では珍しいなんて仲間が言い上がるんですけど、そうなの？俺、銃はあんまり詳しくないんだよね。なんか、大河原先生が。ロボットは、手に持った銃を構えている姿が最高にかっこいいんじゃー。とか、言ってるからだと思ってたよ。ダグラムのリニアガンは、大河原先生のデザインじゃねえんであれなんだけどねー。キットの足首には、可動軸が複数あるんで設置性は良好だよ。頭部のモノアイも可動してくれちゃうのですよ。バナイねー。武器は、ザクマシンガン、ザクバズーカ、ヒートホーク、3連ミサイルポットが付属。シャア専用ザクについていた、シュツルムファウストとブレードアンテナがなくなり、3連ミサイルポットが追加されてるのが特徴なのですよ。ザクはバリエーションが多いんで、このキットを大人買いして改造するのは当然の行為なのですよ。本当にね。まあ、気の早い奴は、シャア専用ザクを使ってすでに改造してたけどねー。当時の、キャラクターモデル2003年秋号には、ケロロザクとギロロザクのマーキングシールが付録として付いてたんで、早速使った奴も多かったものですぜ。古本なんで、今ならブックオフとかで安く買えるんじゃー。売ってたら、